ミーシャ・ジューノビチ・ジーは、ロシア・モスクワ出身で、ウズベキスタンのフィギュアスケート選手。2014年ソチオリンピックウズベキスタン代表。2012年、2013年デンコバ・スタビスキー・バイ、優勝。1991年に、モスクワで、ロシア人として生まれる。ロシア系の母・ラリサと、中国とロシアと韓国系の血を引く、中国人の父親、ジュンガーが、 中国でフィギュアスケートのコーチをしていたことから10歳から北京で育ち2009年にアメリカに移住した。2010から2011シーズンより母方の親戚が住んでいる関係で交流のあったウズベキスタンスケート連盟との関わりからウズベキスタン代表として国際大会デビューを果たす。ジャンプコーチとしてフランク・キャロルの指導も受けた。2013年より 練習拠点を中国に戻した。2013年ロステレコム杯は、ケビン・レイノルズが出場を辞退したために急遽出場が決まり、そこでは8位となった。ソチオリンピックでは17位。2014から2015シーズン、4大陸選手権では8位。世界選手権では、前年の27位から大きく、順位を上げ6位入賞を果たした。 2015から2016シーズン、中国杯で8位。エリック・ボンパール杯は、ビザの発行が間に合わず欠場を発表した。4大陸選手権は、足の修上骨に問題を抱えており、痛みがあるため欠場をする。ロシア人にしては、珍しい性は、中国の性、かに由来する。中国語、ロシア語、英語に堪能。G 自身のコーチ、 振付師も両親である。音楽に対して強いこだわりを見せており、フィギュアスケートが将来的に面白くなるようにとの思いを込めて、減点対象となる歌詞入りの曲をプログラムの中であえて使用していた。減点されるかは、ジャッジの多数決で判定されるが、2012から2013シーズン並びに2013から2014シーズンのほとんどの試合で減点を受けている。 ミーシャ自身も振付師として、自らのプログラムの他にも、エフゲニアメドベージェは、高橋大輔、グレイシーゴールドなどのシングルスケーターやペア、ローラースケートの選手のプログラムを手掛けている。2017札幌冬季アジア大会、公式 HP の選手情報より、アーカイブド2017年2月22日、アットザウェイバックマシン、ツイットロンガンの10月8日の投稿。 ツイットロンガーの1月27日の投稿、アブソルートスケーティング、ミシャ GE、スケーティングウィズ、A パッションエープリル15、2012、アースシティズン、GE Wishes 2チェンジフィギュアスケーティングハット、ワークス。オフィシャル、ページオブ、ミシャ GE、2019年12月31日、閲覧。ありがとうございます。